パレッサと白雪姫チャームと、マレフィセントドラゴンのなんか違うやつと、あとシーバーズ、シーバーズ狙いで引く、レッツゴーパパ引く、コイン稼ぎで四天王に入るぐらい。あ、出た。めっちゃいい。一応持っといた方がいいんじゃないかなって思う。パステルグーフィーってさ、積むスコアめっちゃ高いらしい。白雪姫は、動かせるボムが出て、前、デフィセントドラゴンは普通のマリケってことだけ覚えてる。スターミニーはね、あれ、クロス状に、あれ、消すボムが、画面にあるボムがそれになる。バネッサはね、強くないらしい。使ったことないからわかんないけど、ダイツもたくさんにして遊べるらしいよ。使いやすい。タンタンってやるの楽しい。楽しい楽しい。つもや簡単に新品稼ぎた初めてでも